ポール・ボキューズポール・ボキューズは、フランスのリヨン近郊にあるレストラン、ポール・ボキューズのオーナー三つ星シェフで、ボキューズドール賞の創設者。リヨン近郊、ローヌ県コロニオモンドールの料理人の家系に生まれる。1942年、16歳で、リヨンのレストランドラソワリーで見習いを始める。1944年には志願して従軍。 第二次世界大戦後の1946年、リヨンのラメール・ブラジエで修行した後パリでもキャリアを積み、ラピラミッドのフェルナン・ポワンに大きな影響を受けた。1959年に聖火のレストランポール・ボキューズを継いで、1961年には国家最優秀職人賞を取得、1965年に得たミシュランの3つ星を50年以上維持した。 続きのパイ包み焼きや、レジオンドヌール勲章を受訓した際、バレリー・ジスカールデストン大統領に捧げたトリュフのスープは有名。クレームブリュレを今の形にしたのも彼である。日本での展開としては、かつて、ボキューズとの提携店として、銀座のレンガ屋や、六本木のアークヒルズ内のルマエストロ・ポールボキューズ東京が営業していたが、その後いずれも閉店した。 2007年からは平松と提携して再び、ボキューズブランドによる店舗展開を行っている。日本における弟子としては、ボキューズの数シェフを務めた後1972年に銀座レンガ屋開店のため来日し、現在は東京ミッドタウンのキュイジーヌフランセーズ JJ のシェフを務めていたジョエル・ブリュアンがいる。また、日本人ではアピシウスの総料理長である。 小林忠しや、シェナカのオーナーシェフ中村通武氏、ラベカスのルやケーキ、レクレアシオンド成沢の成沢ゆこうなどが、レストラン、ポールボキューズで修行している。2018年1月20日に、リヨン近郊のボキューズにて91歳で死去。死去時点で、小野次郎に次ぐ高齢三つ星シェフであった。なお、レストラン、ポールボキューズは、ポールボキューズ制去後の2018。 ミシュランフランス版でも3つ星を維持したが、2020年版では2つ星に格下げにすることをミシュランガイドが決めたと報じられた。ルノール、ありがとうございます。